どうも、有機内です。違います。すみません、間違えました。港区住みます芸人のガチャガチャジョージでございます。お願いします。さあ、今回の動画なんですけれども、一体何をするかと言いますと、今回はですね、チーム対抗、日めくりカレンダー、一番最初に最後までめくり切るのは、どのチームだ選手権違いまーす。はい、違います。チームなんてございませんからね。私一人で今動画撮ってますんで違います。今回はですね、する企画とは言いますと、大阪市港区の美味しいものを紹介する港区グルメでございます。港区グルメでございますよ皆さん。さあ本日、ご紹介したいお店はこちらでございます。ポンポンポンピン。はい、ということでですね、大阪市港区夕凪にございます、餃子とラーメンのお店梶村さんでございますね。まあ餃子とラーメンのお店と言ってるんですけれども、今回ご紹介する商品はこちらでございます。ラーメン。ビーン、チャーシュー、焼豚チャーシューということでございまして、見てください、チャーシューでございますね。焼き豚、どちらでもいいですけど、ございます。それをね、いただきたいと思います。こちらですね、100g のあたりのお値段、こちらになっております。はい、ということで、早速ね、もういただいていきたいと思います。それでは、手を合わせまして、いただきます。チラ、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 バカ。はい、いただきまーす。はい、ね、もうね、いただいてみます。うわ、もう、ほろほろほろ、もう、濃厚、味がもう旬に旬でます。これなくなった、口の中でもとろけるし、はい、とろけるけどしっかり味が残るっていう感じですね。これは美味しい。チャーシュー丼にしてもいけるし、このままお酒のあてにしてもいけます。そしてこれはタレがついてましたんでね、タレの方ちょっとかけて食べていきたいと思います。うわ、これな、やば、うわ、やばいやばい、これはすげえ。いただきます。梶村さん、あなたね、美味しいもの出しすぎ容疑で逮捕しますよ。逮捕しますよじゃないんですけどね。っていうぐらい、なんかもう癖なるっすね、これ。なんじゃこりゃ。ちょっとこれはね、いっぺんに全部いってまいそうな勢いなんで、ちょっと今日はこの辺にしておきます。うわ、え、う、うわ、ま、うわ、なんも言えねえ。なんも言えねえですよ、本当にね。とにかくとろけてほろけてうまい。いいいい、ぜひ皆さんもね、このチャーシュー食べていただきたいと思います。みんな梶村さんに行ってぜひ食べてみてください。こんなね、素敵なお店やね、素敵な方がいっぱい住んでる港区、皆さんに来てほしいんですよ。だからね、皆さんいろんなとこ紹介したいんで、港区のこんなお店美味しいよとかいうのをね、コメント欄の方に書いていただけたらなと思っております。それからですね、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。いやー、こんなうまいチャーシューがある港区に皆さん一度は来ておくなあれや。